こちら私のアカウントのお時間少々いただいてご紹介できればと思います。いや皆さんいつもフォローいただきありがとうございます。ゆいぽん動画ですね。私もリツイートさせていただきました。カニの日ですからね。これ何時にツイートしたんでしょう。かわいいですねあれ、あ、一瞬カニ2匹カニ2本持ってるのかと思いました。そういうわけじゃないですね。からですね、あ、10時17分だ。あー、そうだったんですかね。ーモーニングからカニ動画だったんですねあとこのように梅雨明けの情報もお送りしておりますし、あとは先日、ね、貴重なご縁がありまして、女流棋士の香川真奈緒先生の YouTube チャンネルにお邪魔させていただきました。香川先生の素敵なお着物を着させていただいたんですけれども、いやなかなか着物を着る機会がなかったのですごく嬉しかったです。あと香川先生まだ袖を通してないものを貸していただいたんですよ。すごく優しい方でして、タイトルをお持ちの方でして、もう将棋もね、やっぱりもうプロの方ということで、まあ、かっこいいんですけれども、一目お会いした時に扉開けた瞬間天使が舞い降りてきたと思ったんです。あまりにも美しくって、いやもうね、身も心も素敵っていい方なんですよ。そう、袖通してないのはびっくりしたといったコメントも届いてるんですけれども、こちらねツーショット撮らせていただきました。今ちょうど香川先生の YouTube チャンネルで上がっておりますので、皆さんもこの機会に将棋をさせていただければと思います。 YouTube からご覧いただけますのでご覧ください。女流棋士コスプレをさせていただきましたいや本当にお優しかったです。幸せですね。年も一緒なので同年代ということでね、今後とも仲良くできれば嬉しく思います。いや皆さんいつもありがとうございます。キャスターごとにもツイッターオープンしてますので、ぜひそれぞれフォローいただければと思います。では22時30分に番組を再開いたします。参加ありがとうございました。それでは素敵な土曜日の夜、また明日日曜日も素敵にお過ごしください。ではここで失礼いたします。